どうも藤森チャンネルです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はゴルフレッスン動画でございますが、ご登場いただくゲスト、私が普段から、レッスンをね受けさせていただいております菅原大地プロです。よろしくお願いします。いつもお世話になってます。お世話になってます。ありがとうございます。もうついにね、外で今日はレッスンをしながらと、はい、いうことなんですけれども、はい、楽天ゴルフチャンネルの方で普段大地プロのレッスンをね私受けさせていただいてまして、もう最大効率スイング最高スイングでおなじみの大地プロですけども、はい、もう大地プロに教わってから本当に劇的に飛距離も上がりましたし、はいはい、やっぱりスイングのこの再現性もすごく、いやもう藤森さんがだんだん最高スイングに近づいてますよね。はい、ということで、はい、今日はちょっとコースに出てですね、はい、レッスンしていきたいんですけれども、今日はちょっとまた特別な回でございまして、はい、なんとですね、なんとあのヨネックスさんが全面協力でですね、新しい、ギアを使わせていただきながらラウンドさせていただけるということで、それに、さらにスペシャルゲストもご登場いただけるという、はい、もう第一プロ来ていただけるだけでもありがたいんですが、いやいやいや、なんと今日はすごいですよ。ご紹介しましょう。女子プロゴルファーの若林舞子プロです。よろしくお願いしま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 す。お願いします。いやもう本当にお忙しい中ありがとうございます。昨日も試合あったばっかりで、はい、すいません。はい、スワープロに本物じゃないですか。心配ですが、いや本物というか、本物の方がいらっしゃいます。もう今私プロに挟まれてますけども、いやいや、僕なんてレッスンプロですけども、トーナメントプロ、もトーナメントプロでございます。選手ですから。はい、はい、今日はですね、若林プロと一緒にですね、はい、ヨネックスのクラブを使って、いろいろと指導していきたいなと、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、いうことでございますけど、若林プロが、はい、今回フィッティング説明をしてくださるっていう、そういうことですね。めちゃめちゃ豪華ですね。非常に贅沢なことをやっております。ゴルフやっててよかった。本当ですね。はい、私もそう思います。ちなみに僕なんかが、はい、ゴルフをやっているとかっていうのはご存知でいらっしゃいましたか。はい、はいはい、なんかどうなんですかね、はい、インスタグラムとかで、はいはい、なんか結構女子プロ仲間というか、はいはい、が藤森さんと共演されてるのを、ああそうですね、とか番組とかでは、はい、してるので、はい、藤森さんゴルフされるんだなっていうのは知ってるんですけど、はい、どれぐらいのこう腕というか腕の持ち主というのはちょっとわからないので。そうですよね、もちろん、はい、さっき打ち合わせの時に260、70飛ばすって聞いて、いや、そんなこと言われるともう、とんでもないです。インスタのいつも投稿に関しては、はい、まずスコアがいい時しか投稿してないんで、はいアマチュアあるあるですけれども、いや、あるあるだと思います。はい、はい、で今日もうだからマイコプロにフィッティングしていただきながら、このままちょっとホールコースに出るということで、はい、楽しみにしてます。よろしいでしょうか。はい、ということで、じゃあもう早速ですね、まずちょっと私のフィッティングで、はい、第一プロのチャンネルでは、はい、第一プロのフィッティングをして、そうなんです、自分にちょっと合うクラブでそのままコースに出るということなんで、ちょっとこちらをご覧ください。ずらっとやりました。ありがとうございます。ちょっとこちらお願いします。すごいよこれ。もうここでポップアップのお店できるぐらいの品揃えが。これ打ってたらもう数時間じゃ収まらないくらいになっちゃいますね。いや、そうなんですよ。はい、日が暮れるまでこれフィッティングちょっと用意しすぎじゃないかっていう数来てます。いや本当ですね、はい、ウッドだけでもこれいっぱいあるんですけども、はい、まあ中でもちょっと今日はドライバーを、はい、やっぱりなんか聞いたところによると新製品が今回出るっていうことで、はい、そうなんですよね、はい、なんかまずは、うん、せっかくなんで、はい、若林プロに、そうですね、なんかこれはこうですみたいな感じでちょっとデモンストレーションしてもらうのはどうですか。いいですか、いきなりそんなお願いしちゃっても、はいはいはい、見てみたいです、はい、シンプルに、はい、じゃあちょっと今これありますけども、実際にお使いなのって今どれなんですか。試合で使ってるのは450という、こう今425450460、はい、この460というのが新しいヘッドになるわけですよね、はいはい、新しく新発売になるのが460っていう、はい、普段は450ですか。はい、普段は450使ってます。じゃあちょっと450を一回、はい、
打っていただいてもよろしいですか。はい、打ちましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、今日一発目なんでちょっと。そうですよね、朝1でね。ナイス。いい弾道ですね。はい、一発目にしたらよかったと思います。いや、プロというのはやっぱり朝一番はちょっと緊張しますよね。そうですね、はい、プロにとって450のヘッドっていうのはどういうヘッドなんですか。そうですね、とりあえずスピンが少ないです。はい、スピンが少なくて高弾道でいってくれるので、はい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 、なんかこう飛びますね。うん、飛距離がやっぱり、はい、飛距離が、うん、で上がることによってキャリーも出てくれる、はい、でロースピンだから転がってくれるみたいな。じゃあもう飛距離も方向性もバッチリなクラブということ、はいはい、そうですね。藤森さんに合ってそうなヘッドは、あの3本の中で言うとどれなんですか。藤森さんはドローヒッターっていうふうに聞いてるんですけど、まあ、イメージはなんかそんな感じなんですけど、はい、もう本当ドローというか本当フックに近いそういうショットが多いんですが、はい、ミスするとしたら左みたいな、左引っ掛けることが多いという、はい、うん、そしたら私と同じヘッドがいいかもしれない。これやっぱり450、450、はい、で今日なんかシャフトも持ってきていただいてるんですもんね。はい、シャフトももういろいろあるので、はい、めちゃくちゃ本数がピッチングできると思います。えらいことになってますけど、これもう本当にごめんなさいけど半日ぐらいやりますよ。見てこのシャフトの数がすごいんですよ。これもうヨネックスさんのオリジナルのシャフト、はい、オリジナルシャフトということで、はいはい、じゃあまずじゃあちょっとヘッドを450、はい、そうですね、450で、特徴で言うと450というのが割と425、450、460ってある中で、はい、特徴としましては、はい、425はまあ一番こうヘッド体積が小さいものになるんですけど、はい、やっぱヘッドが小さい分、うん、自分で操作することができるというか、まあ、ちょっと上級者向けな話になるかもしれないですけど、はいはいはい、ちょっとこう自分でフェードドローと打ち分けたいとか、はい、例えば、はい、それはちょっと私には難しいです。まだ、はい、あとはそうですね、やっぱある程度のちょっとスピンですよね、その曲げるためにはスピンが必要になってくるので、はん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 、まあ、450よりは425の方がこうちょっとスピンが入るので、スピンも入りやすい、はい、で450はまあ、私も使ってるんですけど、はい、やっぱりとにかくロースピンで行ってくれるので、はい、私もドロー、ちょっと強いドローフィッターなんですけど、そんな私でもブンと振ってもロースピンなので曲がり少なく、うん、ほとんどストレートで振ってくれる、はい、あで460になると、460になるとちょっとこうドロー回転がかかりやすい印象が私はあって、あとは打ち出し角もすごく高く上がってくれます。ちょっといわゆるハイドローみたいな、そうですね、はい、そういう、はい、やっぱアマチュアの方って右のミスが多いですから、そうですよね、スライスして右のミスに強いヘッドってことですか、はい、うん、す捕まってくるという、うん、じゃあちょっとその450試させてもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。シャフトはどうしましょう。シャフトはですね、はい、ヘッドスピードがいくつぐらいになるんでしょうかね。どのぐらいですか。でも調子いいと40後半はね、行きますね。おー、すごいですね。7とか、はい、おー、すごいですね。もうトラックマンが、はい、トラックマンがね、あるんで、はい、とりあえずなんか打ちながら、はい、そうですね、合ってくシャフトを、はい、若林プロがチョイスしてくる。いや、贅沢ですね、本当に。はい、すいません、本当に。私と同じタイプから試していったらいいかな。なんか種類が何種類かあるんですよね。そうですね、同じ S でも R というのは、そういわゆるあの R?レギュラーってことですよね。そうですね。でもこれ今シールが貼ってあるんですけど、はい、青と黄色と赤と緑、はいはい、4種類あるってことですか、シャフトが。はい、そうですね、タイプが4種類あって、はい、まあ、それぞれまた硬さがあるという、うん、そういうことですね、はい、でもどれがやっぱりヘッドスピードある方は、そうですね、 6S とか 7S とか。 7S これですか。重たいのはあんまりですか。あんまでも割と重めですか。はい、今何グラムのシャフト使ってるとか、ちょっとそこら辺が全く把握してないので。本当にすみません。はい、多分60グラムですね、藤村さん。60グラム、はい、ちょっと重いので 6X いいと思います。 6X でいいですか。はい、もうてかシャフトかっこいいですね、このデザインも。これ今若林プロと同じタイプの、あ、全く同じ、なんていうモデルなんですか、はい、これは。これはカイザー M っていう。カイザー M、はい、どんな特徴があるんですか。カイザー M、これでもあんま癖ない
タイプの、うん、トルクが少ないトルクが少ないいろんな人に使いやすい感じでいわゆるキックポイントでいうとどこになるんですか真ん中、はい、何ですかキックポイントってキックポイントってシャフトってそのあ調子ですか一番そうですしなるポイント調子ですよねだから中上司ってことですかはいはあ、ははあ、手元中先みたいなはい、まあ、中間部分がしなる中間まあ割とじゃあ一般的に使いやすいと一番こう癖がないとされてるモデルじゃないですかね、はい、じゃあちょっと行ってみますねはいお願いしますこれも朝一番なんで気楽にはい行きますよ 6X うわーナイスショーいいですねめちゃくちゃ飛んでそうちょっと藤森さんのプロよりいい球打つのをちょっと待ってくださいいいの出ちゃいましたねいいの出ましたねいいの出ましたねこれ今トラックももう出てました数字ちょっとごめんなさい45のクラブスピードですね、はい、45、はい、はいはいボールスピードが 67.4、はあ、もうミート率 1.49 ですよはいもうほぼほぼ最大効率と最大効率一定です朝一から266ヤード出ましたありがとうございますヨネックスのおかげですもうマイコプロありがとうございます決まっちゃったんじゃないですかこれえめちゃくちゃそして打感もやっぱ良かったですねこの間音が良かったですねまぐれじゃなかったですね僕あの日当たってたのが、はい、スピン量が、はい、1600回転1600回転かもう逆にもうちょっとあってもいいですかあってもいいですしです、ね、これで曲がんなければ相当ランが出るボールですね、なんで今9度はいこれは9度のドライバー当たり的にはどうだったんですか真ん中とか下目とかその感触的にはちょっと分かんないですね分かんないけどあの何もこの手に反動がなかったんで、はい、あじゃあ真ん中っぽいですね、多分C行ってたと思うんですね、はい、今、はい、若林プロおっしゃるようにちょっと高さがねもう少しあってもいいかもしれないですよね、はい、このスピン量だったら、ね、はあ、はあはあ、はい、確かに僕あの高さがあんまり出ないという特徴が自分にあるなと思ってます高さがもう少し欲しいなととなるとキャリーももうちょっと出てくれるんじゃないかと思うので、うん、ちょっとこのセッティング変えるとしたら、はい、10.5 にしてみますかロフトを変えるっていう、はい、いやなんかあとやっぱねこの感触って大事ですね感触大事ですよね音と感触が好きかどうかってすごい、うん、もう我々アマチュアゴルファーだとその辺がすごい大事になってくるというか、はい、シャフトで言うと、はい、これはまあ中間なんでもうちょっと例えば、はいシャフトで上がりやすいとか、うんうんうん、ちょっと低く抑えやすいっていうのもあるかもしれないっていうのもある、うん、贅沢なフィッティングだよこれ私もなんか自分であんまりこういうことしない若林プロにてめえでやれよって話なんですけど多分自分のクラブでもやらないですよカチャカチャやらないですよね、はい、あの担当者の方が多分カチャカチャ回します、はい、逆に慣れてないですね、はい、すいませんはいこれ 10.5 度ナイスショーすごくいい球いいんじゃないですか、うん、いい球出てますね、はい、ミスがほとんどない、うんうん、それでも1660回転そうです、ね、そちょっとシャフトが怖いってのかなどうなんだろういやでも、はい、高さが出てればね、はい、あの1660回転でも、はい、あのやっぱ風に強い球なんで、はあはあ、高さが出てれば当然キャリーも出るんで、はいでランも出るっていう、はい、すごくいい数字だと思いますよあんまり少なすぎると、はい、ちょっと左に巻くミスが出やすかったりもするのでなるほど僕がちょっと若林プロいるのにあんまり喋っちゃっていやいやギアにめちゃめちゃ詳しいというのも、はい、私はギア専門じゃないのでそれをね、はい、フィッティングしたものをもう、はい、私目線からすると、はい、ちょっとシャフトを変えてみて、はい、逆にもうちょっとスピンが安定する2000回転までちょっと近づいたらいいのかなって今でも十分いいんですけど、うん、さらに近づくものがあればなるほどそっちにしてもいい気がしますねわかりましたヨネックさんこれはどれがこれシャフトを変えて何かスピンが上がりそうなものってありますかあります今中調子の、はいスタンダードな、はい癖のないシャフトを試していただいて、はい、タイミングがすごい合ってて、いい球できたと思うんですけど、はい、ボールを上げるっていう意味で、はい普通だったらシャフト先中心にしたいんですけど、はい、スイングのタイミング的には手元調子手元調子で、
ドロー打ちやすいと思って、はい、でシャフト手元寄りにしておいて、ちょっとシャフトの柔らかさを出しつつロフトをつけてほういただいたらどうかな。はい、すごい楽しいなフィッティングで、うん、今何がどうなったのかちょっと1回であんまり理解できなかったんですけど、理解できましたか。いや分かってないですけども もうこれはやっぱプロにお任せするのが一番いいかなっていう、ね、はい、これシャフトの種類は何ていう種類ですか。カイザー H という種類で、カイザー H 手元調子、手元調子、はい、じゃあこっちがしなるってことですね。はい、手元がいわゆる切り返しでしっかりためができてる人向けですよね。はあ、ため、はい、あんまり意識しない方がいいです普通に打ってください。あ、そうですね、ここで溜めてやろうとかいらないですね。いらないです。そうですね、うん、でもまっすぐ、うん、ちょっと今ね変なとこ当たったんですけど、なんかスピンが入って安定してそうな球でした、今の。あ、なんか結果良かったな。2000回転はい、はい、なんかどれで打ってもいいですね。うわ、完璧ですこれ。これですね。感じしますね。キャリーも一番やっぱり出てますね。はあ。278ヤード。すごい。出ちゃった。240キャリー。240キャリーの278ヤード出ちゃった。今日一ですねこれは。本当に今日買おうかな。試しにこっちもう一回、それが9点ヘッドどうでしょうね。シャフト的にも今第一プロ、はい、どうです、どっちが良さそうでした。手元調子の方が左のミスは少ないかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、より癖がないのは先ほどの H かもしれないです。カイザー H 手元調子、でもこれはもう藤森さんのやっぱフィーリング重視がいいと思いますよ。フィッティングはやっぱりこう感覚大事ですから、はい。いい球、いい球、おいい球でしたちょっといい球しか出ないんですけども。そうですね、さっきあの若林プロが打った同じような球でしたよ、はい、藤森さん、うん、そうですね、はい、距離も269、うん、ヘッドスピード46、68までボールスピード上がってますから相当速いですよ、はい。これ 9.0 で今だいたい普段ずっと 9.0 なんですけど、はい、どうですか、どうですか藤森さん、これシンプルに 9.0 使ってる方が周りになんかかませんなっていう理由だけで、あ、 10.5 なんすねって言いたいっていう。なるほど全くいらないマウントを取っているというじゃあ見た目がこう不思なんかこう違和感あるとかはないですか。 10.5ないです。正直 10.5 はすごく打ちやすいです。あ、そうですか、はい、だから僕からすると、うん、はい、え、 10.5 使ってんのってもしかしたら思われちゃうかもっていうことですよね、はい、なんか、はい、9.0 の方がかっこいいって勝手に思ってるだけです。でもそれはあれですよ藤森さん、さっきの、はい、実は俺スピン量が人よりも少ない個性を持ってるんだぜっていう、こうアピールしていただいて。なるほど、だから 10.5 にあえてしてますよと。逆にこのセッティングがこう最高のスペックで使えちゃうんですっていう、はい、唯一無二のスペックっていうふうに思ってた方がいい。あ、そういうこともあるんですね、はい、これだから全然 10.5 でも良さそうですか。良さそうですけどね、はい、ロフトはあった方がいいですよね。そうですね、基本的に、はい、まあ、本当に上がらないんで球があんまり普段、はい、でもなんだろう、あんまりこの左に今日行くっていうミスが、うん、基本まで1本もないですもんね。やっぱりそれは450のヘッドの特徴の一つじゃないですか。うん、相当いいですね。藤森さん、ちょっと試しに460どうでしょうか。460、はい、ハイドローヘッドですね、はい、私の印象としてはすごく高く上がってくれる、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ藤森さん印象だったので今、まあ、捕まりますけどそこがちょっとどうかなっていうところではあるんですけど、はい、スピン量はこうしっかり入るイメージだったので、私はもうあの出玉が高い、わかりました、ポンといくイメージがあったので、高さが出た方が左のこう巻くミスなんかも少ないと思います、うん、ロフトがあって460ハイドローの球が出るってやつですね。いわゆる12月に発売されるそうです。これが今度新発売のハイドロー球。ヘッドの感じっていうのは大きさとかにこう構えて変化はあるんですか。え、これなんか変わります。大きいちょっと大きいです、ね、大きいっすよね、はい、だいぶ大きいっすよ、はい、ちょっと一回り大きい、はいはい、ヘッドが全然違います。
でも大きい方は安心感はやっぱありますね、はい、うん、おナイスショー、高さ出ますね、こっちの方高さ出ますね、ナイスショー、球も伸びてきますね、はい、2100回転、あ、やっぱりちょっと、うん、すごくいい数字ですよね、うん、理想的な、ちょっとポジション L にしてみてもいいかもしれないですね、うん、そっちの方がこう思いっきり振れる、なるほど、ポジション L、 L にするとどうなるんですか、ちょっとこう捕まりが軽減されるので、今ちょっと見てて、はい、ちょっとこう自分で調整されてるように見えたので、なるほど、 L にして捕まりを抑える、普通に振ってみて、へー、いやすごい、本当にもうだから組み合わせでものすごい、うん、そうですね、セッティングがあるってことですね、あるので、どうぞ、シャフトヘッドでも違うし、ここでの調整もできるしっていう、うん、ちょっと左の行く感じがやっぱ違いますね、うん、捕まりの感じが違いますね、はい、ほぼストレートに近い、ほぼストレート、はい、しっかり振り抜きやすかったですね、いやボールスピード速いですね、うん、68.8、 おー、いや、こっちの方が振りやすそうに見える、めちゃくちゃ振りやすいです振っても曲がらないような、うん、はい、1720回転、はい、はい、上級者とかプロの方が見てて多分一番こういい球っていう表現するような、そういう飛び方ですよね、回転数も今良かったですね、かなり球筋も、うん、え、ちょっともう逆に選べないですね今日どれでラウンドしましょう、コースでね、後で使いますけど、はい、岡林プロから見て、私的にはどれが一番、今のこのセッティングか、はい、450の 10.5 のヘッドかなと、でもまあせっかくならこのちょっと新たに発売する460、はい、で行ってみようかなと思いますが、いかがでしょうか、はい、いや、いいと思います、本当最後の球とか、はい、ほとんどこう曲がりなかったので、はいはいはい、で振っても大丈夫そうな感じ、大丈夫そうでしたね、なんか結構本当に振り抜いて思い切って打てたんで、はい、じゃあこれにします、はい、ありがとうございます、はい、これシャフトがカイザー H の 6S、 はい、でヘッドが460のここのポジションが L ですね、はい、はい、ということで、こちらのドライバー使って後ほどラウンドしていきたいと思いますので、はい、楽しみですね、若林プロありがとうございます、ありがとうございます、あとで勝負ですねこれは、はい、はい、この後イベントが武器になるかもしれません、この後イベントがございますんで、はい、この後ラウンド出たいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、さあということで、私と大地プロは、はい、あ、こちらクラブのドライバーのフィッティング終わりました、はい、終わりました、若林プロはもういつもお使いの、はい、このフィッティングのクラブで、はい、今からこちら2番ホールのパー5ロングホールで、はい、もう三つどもえのガチンコ対決、対決していきたいなと思います、もう1ホール勝負なのでお招きしてトーナメントプロとガチンコ対決ですはい、ということで、はい、まあ3人で対決をしつつ、はい、まあ、バーディーが、はい、これ1人でも出たら、はい、やっぱり応援してくれているこの視聴者の皆さんにですね、視聴者プレゼントをさせていただきたいなということで、はい、もうせっかくなんでこのゴルフのファンの方も見てるので、そうですね、これですか、ドライバーですかいやそれはちょっとヨネックさんに相談しないと、これ一番欲しいんじゃないですか、まあ、視聴者の、例えばでもやっぱ若林プロのこの3入りのヨネックスキャップとかっていうのは、はい、もちろんいただけたりしますか、はい、喜んで、喜んで、はい、いいんですか、いいです全然、じゃあまあそれもいただきつつ、あのヨネックスの方々が、ヨネックスさんがでもなんかもうちょっと出せそうな顔してるんですよね我々誰かがイーグル取ったらドライバーとか、あ、イーグルドライバーどうですか、うなずいてます、うなずいてる渋い顔してますけど、うなずいてます、じゃあもう誰かどうせ出ないだろうという、一人でもイーグルが出れば、はい、なんと どれ、まあこのちょっと詳細はまた追って概要欄とかで説明しますが、ドライバー、はい、プレゼントということを今ヨネックさんにご了承いただきました、ありがとうございます、いやまだ
取ったらですよね。はい、イーグル取ったら、ね、取ったら取ってです。なかなか厳しい条件になってますけど。藤森がイーグル取った場合は、はい、じゃあフルセットです。フルセット。藤森イーグルでフルセット。どうでしょう。もう絶対出なそうな顔してるじゃないですか。マジでこういう時やりますから。どうせ出ないっていうの大きくなずいてましたけど、はい。まあでも本当にひとまず対決とは言いながら、はい、バーディーまずは目指して。そうですね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。で、イーグルが出たらドライバーと。うん、ということで、はい、よろしいでしょうか、はいはい、もう同じこのブラックティーからでいいですか、はい、457ヤードですから、はいはい、ということで、あ、違う、これか、一番後ろ緑がチャンピオンティーですか、なんでなかなかちょっと視聴者プレゼント出させなそうに出させないように距離はちょっと短い感じ、そうです ね、457ヤードも結構向かい風ですね、上げてますね、結構上げてますね、上げてますね、しかも池越えだな、難しそうですね、はい、そういうことでイーグルはないなこれいやだってイーグル出すにはあれ池があるんですよ、なかなか厳しいですね、でもあれですね、お二人は飛ぶので、いや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 、私はちょっとフェアウェイウッドで狙うことになるんでどうかな、ということなんで、じゃあ早速、はい、行ってみましょう、というかまあこのねクラブがどれだけいい働きをしてくれるのかと、はい、もうそこにかかってますから、お願いします、お願いします、私からいきますね、お願いします、お願いします、後でいろいろプレッシャー感じるの嫌なんでいや遠いな、これフルバックですか、いわゆるフルバックですね、フルバックなんかやったことないからいやでもなんかねやっぱ練習場とまた違うのがもう細い細い、確かに両サイドの木がもう細い、結構タイトな感じ す、ね、すごい嫌だこの視界が狭いな、届けてください、うわー、ナイスショー、オッケー、ナイスショー、ナイス、ナイスショー、ちょっとラフ入っちゃったかな、ちょっとラフに入ってったけど、でもナイスショットです、いい球だった、やっぱこれヨネックスいいですね、うん、ありがとうございます、いい球打ちましたね、じゃあ若林プロいきますか、はい、行かせていただきま す、レディーファーストで、さすが、いや本当狭く感じますねこれ、狭いですよこれ本当にやばい、めちゃくちゃ狭くないですか、まあ、でもフェードヒッターじゃないんでまだいいかな、左の木が気になりますよね、結構左の木めちゃくちゃ気になりますよね、あれ、おー、ちょい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 帰ってる、うん、はいはい、少し右ラフですが内緒です、はい、ありがとうございます、さあ第一プロ、はい、行かせていただきます、若林プロに我々挑んでるっていうことも忘れないでくださいね、うん、第一プロ、そうですね、一ホールとはいえ勝ちたいですね、はい、勝ちたい、でもむしろ一ホールくらいしか勝てないですね、はい、さあ第一プロは425、はい、425カイザー H の 6X です、 6X これはすごいですよ、はい、行きたいと思います、さあでは皆さんよく食後の一発目でちゃんと打てますね、はい、結構お腹いっぱいに食べましたね、お腹いっぱいです今、いやもうこれは一発勝負なんで、はい、打ってる、振らなきゃ意味ないですよこれ300飛ばす気で打ってるな、あ、よろしくお願いします、お願いします、はい、僕にはこのフェアは広く感じるんで、わあすごい、そういう大事ですね考え方、はい、旗しか見てないですから、うわあ、よいしょ、すげえ、ど、まっすぐ、旗だ、旗、旗だ、本当に旗の先に落ちた、ありがとうございます、うわ、すごい、見た、最高スイング出させていただきました、最高スイング、音もいい音でしたし、やっぱ今藤森さん今年一番いい球めっちゃいい球だった、ヨネックさん今年一の球出ましたって、今年一番いい球出ちゃいました、これ、いやこれはちょっと面白い、いや第一プロだってもうセカンドでこれ、いや絶対乗るあれ、風があるから狙えますよね、どれくらい残ったかですよね、いや僕自分であんな一発目であんないい球出ると思わなかったすごい自信満々に言ってましたけど、はい、何にも根拠なく言ってますからねビタッと、いやすごいなって思いました、旗しか見てませんって言ったら本当に旗でした、ね、はい、まあそれぞれやっぱ自分に合ったねドライバー選んでますね、そうですね、ユーティリティとウッドですか、今持ってきてるのはウッド持ってきましたけど左広いんだよな、すごい悩ましい、ね、あれですね、はあ、コースですねこれは行こうか、あの池左からですかね、174か、まああの池はあんま気にせず行こうかな、はい、そう、もうグリーンの上にね大きな池があるんで直接は狙えないんですよ、はい、難しいホールですよね、
ね、はい、左から左からで、ちょっと右行ったら行っちゃうと思うんですけど、はい、おウッド行かない手で、何番ですか？クリックです、5番ウッドです、5番ウッド、はい、ナイスショー、完璧です、完璧な位置ナイスショー、完璧な2打目ありがとうございます、ナイスショーです、いや素晴らしい、やっぱさすがですね、よかった、このライからしっかりまっすぐの球を言 う,、ね、はい、うことなしですね、セカンドでやっぱああいうの打ちたいなセカンドであれができないんですよ我々は。ちなみに今日はですね、あのドライバー以外のクラブも全部ヨネックスのアイアンウッドをご用意してもらってますんで、はい、ちょっとそれを試していきたいと思います、お願いします。なんかぶっ飛びアイアンがあると聞いたので、藤森さん230です、ピンまで 230? 池越えは215ヤードくらい、ちょっと待ってください、ちょっと上げてます ね, ますねいやそれは無理です、無理ですこれもうね、やっぱ左若林プロの方、そうですね、狙っていきたいんですが、突っ込まないのであればどうなんでしょう、ヨネックスさん、いやスプーンそのご自慢のぶっ飛びアイアンをお借りしてもいいですか。うん、アイアンでいいと思いますね、うん、これがですねヨネックスぶっ飛びアイアン、これどういうことですか、いわゆるどういうすごいソールが分厚いんですけど、ソールが分厚い、ちょっとこの低重心で高弾道でキャリーが出るという、なんかハイブリッドに近いような形ですけど、うんうん、そうですね、ちょっとこれで8番アイアンレイアップ、はい、レイアップって簡単に言ってますけどね、いや結構シビアな感じ、このレイアップをちゃんとできるかどうかなんですよ、ちょっとライもねこれよくはないですね、あー巻いてる、やばい、左はどうだだ、あー大丈夫大丈夫、なんかキックしたね、はい、右キックしました、右キックしました、大丈夫そう、大丈夫です、よかった、帰ってきました、でも打感すごいよかった、いい音しましたね、はい、しかも8番で結構飛びましたね飛んでますね、捉えたのはすごいいい感じでした、今、うん、はい、さあもう第一プロはこれ2オンですね、これマジでイーグルありますよ、これは2オンチャレンジですね、いやしかしピンが奥なんですよね、193ヤードのアゲンスト、はい、これは何がいいですか、こう今日ヨネックさんのクラブ7番アイアン を渡されてはい193のアゲンストですからね、はい、シャフト7番のカーボンシャフトです、これ本当打ってないんでどんくらい飛ぶのか分かんないですけどとりあえずショートはしたくないんでしっかり振りたいですね、はい、池なんでね、ちょっとドローのイメージで、はい、うお、もうちょいフック、風来て、風来て、これいけ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 、これのかおー、いった、おー、乗ったカラーか、超えますね、すごい乗ったでしょ、カラーかエッジくらい、ね、エッジかナイスショー、エッジだけどナイスです、一番遠いとこ行きましたよ、多分7番アイアン185くらいですキャリーですげー、はい、ナイスショー、ナイスです、いや正直あのライン飛んだらちょっとやばいと思いました一番池深いとこ行きましたよね、はあ、めちゃくちゃ気持ちいいですけどこれ、見事でしたね、石田なしで、石田なしです、ガチンコに今初めて振りました今、プロでも結構ユーティリティの代わりに5、6番入れてたりとかしますね、うん、これ普通にあの球打てるなら全然ありです、はい、セッティングに入れるのこれめっちゃいいな、さあ若林プロはここから3打目、池越えの3打目、ピンまで何ヤードでしょう、ピンまで100ヤードです、100ヤード、若林プロの得意距離は何ヤードですか、得意距離はあんまないかもしれない、どこでも大丈夫ですっていう、はい、そうですね、全部守備範囲です、95とかちょっと苦手かもしれませんピッチングですか、はい、ピッチングです、いい音したよ、これ筋いってるよ、おー、ナイスショありがとうございます、完璧、完璧でした、ナイスショーですね、今入りかけたんじゃないですか今、はい、いい音したな、入り方、これバーディーチャンスですよ、はい、もう我々は何もしなくてもイーグル狙ってたんですけど、マジでドライバーですよちょっとライ悪いですね、いやつま先下がり、
難しい。やばい、我慢。飛べ。飛んでる飛んでる。おお、うん、オッケーオッケー。よっしゃ。あ、うん、ちょっとこぼれたのかな奥に。うん、ちょっと見えなくなりましたけど。ちょっと奥行っちゃったかもしれないですが。距離は良さそうでした。うん、やっぱつま先下がってる分、うん、右に出ちゃいましたね。ちょっと右先のつま先下がりで右に曲がっちゃいましたかね、うん、出玉がちょっと右にピッて飛んでっちゃいました、はい、もっと左向いていいのか、うん、いやー若林プロナイス3打目ありがとうございます。完璧でしたね。もう2メーターワンピンぐらいですかね。ワンピン近いなー。いや第一プロもう乗ってますよ、うん、ほぼほぼ乗ってる。ほぼエッジのところ、惜しい。イーグルすごいところに落ちてた。見てこれイーグル惜しかった。若林プロの落下地点ここじゃん。もうあとワンボールで入ってましたね。入ってましたね。ちょっと惜しい。モコってなってね。ちょっと入らなくなって崩れ直します。小さくなってます ね、 ね、はあ、すごくない。穴が小さくなってる。ドピンによっていってたもんね。さあただまだ第一プロがイーグルチャンス残ってますから、はい、ドライバーチャンスですね。ドライバーチャンス、 ドライバーチャンス攻めて欲しいっていうパットをしたいです。いやもうそうですね。うわーって言いたいですね。うわーってわーって言いたい。もう打った瞬間にチーンってならないで、ね、お、いやーちょっとラインが違いました。ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチです。もうちょっと興奮したかったですけどちょっと早めに早めに外れましたね。瞬間からだいぶちょっと違う。いやいやいや十分これはバーディー狙える。もうバーディーですからほぼ私のバーディーパットです。これ決める可能性あるからね。しかもこのパターも今日はこれヨネックスさんのプリンシプルパタートラ、トライプリンシプルパターなんでもですね1メーターが 90% 入るという。大丈夫ですかそんなこと言って90% ってことは、まあこれ軽く 10m ぐらいあるんで 10% ぐらいの確率で入るわかんないですけど。出だしがちょっと上りです。藤森さんこの上りしっかり打たないと。出だしが、はい、いい。お、あ、入った。うそ、惜しい惜しい、入れよ。惜しい、すごい持ってますね。やっぱり 1m が 90% 嘘じゃなさそうですね。いやすごい藤森さん、今ピン抜いてたら入ったかもしれないですね。くーすごい、いやーすごい、興奮した。じゃあちょっと私もお先に、はい、ナイスです。ナイスパー、ナイスパーありがとうございます。疲れ欲しい。まあとりあえず私はパーで上がりましたんで、はい、ナイスパーです。あともうプロのお二人、はい、よろしくお願いします。バーディーで、バーディーバーディーで。そうですよね、もうで決まってますからね。私は入れるしかない。いや若林プロ決めてください、はい、決めたい。これ外したら僕とイーブンですからね。そうですよね。戻れ、あー、惜しい。ちょっと切れた、すいません。いやーバーディー取りたかった。ナイスパー。さあさあ第一プロのバーディーパット、これはもう50センチ。 90% ですからね。これもですね、はい、1メートルで 90% だからもう50センチはほぼ 98% もう OK ですよね、この距離は、はい、行ってみれば。ナイスバーディー、ナイスバーディー。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました、ナイスバーディー。ありがとうございます。負けた。さあちょっと今ねボソッと若林プロがおっしゃっていましたが結果発表さあということでこちらのロングホール、はい、結果、はい、菅原大地プロが、はい、バーディー。やりました、ナイスバーディー。ありがとうございます。そして、若林プロ藤森がパーでございます。ナイスパー。よしもう僕としてはもうバンバンザイですよ。ナイスパー。いやーナイスパットが見れましたもんね。並べたということで、はい、あわやバーディーでしたからね。あわやバーディーでしたね。はい、ね、はい、はい、いやただまああのクラブドライバーは ねもうさっきフィッティングさせてもらって、はい、もちろんいいの分かってたんですけど、アイアン、はい、
アイアンびっくりしましたね。僕193の向かい風ですからね、はい、7番7番すごいぶっ飛びクラブあの何も信用せずとにかく振りましたでもすっごいいきなりいい当たりして、ね、もう200ヤード以上のショットでしたね。いやすごい飛んでた、はい、僕もだからセカンド8番で打たせてもらったんですけど、あれがすごい良かった、うん、打感も良かったし構えやすかったです。すごいあっちもなんかね、シダしときたかったですね。そうですね、噛んでないですからで、あとこの、なんですか、1メーター以内は 90% 入る、はい、まあ間違いなかったですね。安心感があります。10メーターピンに当てましたからね、はい、はい、いや素晴らしいクラブパッドでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。若林プロ、はい、僕と一緒でしたね。そうですねあんなにチャンスだったのにいやいや、もうあのサードショット、ミラクルショット、はい、素晴らしかったです。いや本当にあの一緒に回らせていただいてもう光栄でございました。いやいや、こちらこそありがとうございました、はい、そして素敵なクラブフィッティングしていただいてありがとうございました、はい、ぜひ使ってください。はい、使います。もうあのはっきり使いますこれは。ありがとうございます、はい、じゃあ残りの試合も頑張ってください。はい、応援しております。ありがとうございます。はい、ということで今日は、藤本さん、はい、大事なことを忘れてます。何ですか。バーディー取ったんでプレゼントがあります。そうじゃない。そうださあということで、第一プロがバーディー、はい、取りましたんで、はい、視聴者プレゼント。よし。さあということで視聴者プレゼントは、はい、何ですか。まあイーグルだったらドライバーっていうことでしたか。はいはいはい。バーディーだったら何でもらえるんでしょうか。若林プロの、まあ、あのサイン入りキャップというのは、はい、お約束いただいておりましたけれども、はいはい、来ました。はい、こちらです。じゃあもう今ここで生サインをいただいて。そうですね、はい、じゃあちょっと持っていただいて。いや、じゃあ、はい、すいません、ありがとうございます。ここいや、いいな。こっちを持った方がいいですか。はい、ね、僕も欲しいぐらいなんだけどな。これ真ん中でいいですか。いいです、そっちは。真ん中 で。この帽子かっこいいですね。白に黒文字でシンプルに。はい、あ、素敵なサインいただきました。わ、すごい。これを2名様、2名様に2人分いただけたそうです。いいんですか。はい、はい、3名でもいいですか。ちょ、ここに、あの、あ、ここに、はい、はい、ここにね、はい、びっくりした。すいません、3名のうち今1枠は埋まりました。はい、ありがとうございます一枠埋まりました。じゃあ藤森さんのやつなんですね。これはもう僕のなんで、はいはい、もう一つ、はい、じゃあサインを書いていただけるということで、皆さんご応募お待ちしております。お願いします。はい、いやいやいや、え、ドライバーもナイスバーディーショー。本当に本当ですか。いやいやいや、いいんですよ、そんな。お、ナイスバーディーショー。ナイスバーディーショー。ヨネックスさんから。なんでですか本当ですか、大丈夫ですか。確認しなくていいんですか。帰ってしまった書を書きますなんとこれすごい、ヨネックスさんのご好意で、はい、ナイスバーディーショー、そしてナイスパーパーショーということでこれドライバーもいいんですか。これありがとうございます。ありがとうございます。1本ですか。1本、はい、はい、1本で当選された方、これは450とか460とかは選べる形で、ヘッドは選べる。じゃあもうヘッドは希望を書いていただいて、はい、ご応募していただくということでいいですか。めちゃめちゃ豪華です、これ、はい、ちなみに私が使ったのが460でございます、はいはい、私は425っていうね、425、はい、私が450です。はい、ということでご希望のクラブヘッドも、書いてご応募いただけると嬉しいです。応募方法は概要欄の方に記載しておきますので、ぜひチェックしてください。ということはもうだから帽子が2人、ドライバーが1本、1本ということで1本、帽子2人のドライバー1本、はい、合計3名様にすごい今回プレゼントが当たります。皆さんふるってご応募ください。ヨネックスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。